ブラッドムーン来たぞ。釣りタイムのスタートです。どういう作戦なの？この矢印の部分がブロックと足場になってて、こっち側からは通れるけど、向こうからは通れない構造になってるよ。つまり壁で囲んで、釣るだけ釣ってから後で処理する作戦ですね。溜まっとる溜まっとる。これだけいれば武器も手に入るかもね。リミゲット。おお、まっすぐなダイバロスですね。大きい敵に有効かも。釣りの報酬ゲットしたぞい。水中だと速くなるらしいです。マインカートバリエーション増えたけど能力あるのは珍しいね。マグマ落ちてくるトラップがいっぱいだ。なんという凶悪なトラップ。寝たら時間がすぐ過ぎるようになったみたい。釣りクエストとか早く朝にしたい時とかに役立ちますね。あとは雨をなんとかできるアイテムがあれば良いんだけど、 1.4 になってからほぼ雨な気がするのよね。トロフィーゲットチャレンジスタート。解説もつけてみました。数世紀前の木の戦争により引き裂かれたストルークの一部、夜な夜な本体を探し回っている復讐のためにも。何がドロップするかとか書いてあるのは分かりやすいね。バッグの中にも分かればもっといいんだけどね。時間が余ったからコメント返しです。ありがとうジャーニー。それはランプの誠意の感謝では。ビーガンってそんな強かったかな。敵の体力が高いからか効いてる実感が少ないのかも。目玉攻略だね。次は脳みそですね。ウルフの一部で頭脳で鼓動し、復讐のためにクリムゾンを広げている。そしてコメント返しタイム再び。さすがに倒してないのだ。ハートで長い道必要だし、ヒートクカみたいな感じですね。スケルトロンは死ぬというより体力アップによる時間切れが大変でしたね。ほんとダンジョンな本番だった。これはぜひ欲しい。1日1回なのが面倒だね。意外と不評。最初は冒険感があるけど、2回目からは面倒くさくなるかもね。心意気って強い意志的な意味じゃなかったでしたっけ。国語は苦手なのです。何が得意なの。移動型ポテンシャル。習った覚えのある単語だけ言うんじゃない。フォールアウトもやりすぎたでございます。英語だからじっくり読んでないですよね。雰囲気で読んでるところはある。全然でないが、1割はだけじゃない。追加オーダー入ります。落ちないね。落ちないからピラミッド探すわ。どうやらオアシスクレートからは砂嵐でないみたいですね。それでこのシード地は何。これでピラミッドがあるワールドになるらしいよ。ワールドの大きさとかは関係あるんでしょうか。わかんないけど書いてあった通りに設定してみよう。お、あった。何が出るかな。やったぜ。ちなみに大樹もいっぱいあった。アミダクジみたいですね。次はイーターさんだ。苦情の四角角、悪意から生まれたこのアームの通った後には何も残らない。この生き物図鑑ワールドボトみたいだね。コンプリートするにはクリムゾンに苦情を持って行って召喚するしかないね。コメント返信タイムなのです。デンジャラスじゃなくてデンジャー選手だったの。4000時間やってずっと勘違いしてたのか。やっぱりインベントリ増えるのはありがたいね。やっぱりレアなクレート出にくくなってる。水って3滴増す必要なんですね。大体雰囲気でやってたので、なるべく広くパワー強くってやってた。ちょっと待って、ハード一新されてるの。ダメに溜めてハードで解放する作戦が潰されてしまいました。マジックミサイルフォント式。残念なのは連打しなければいけないことだね。マウスについて必要だとしょうがないですけどね。これ本当どのくらい上がるんだろう。とりあえずいっぱい松明置けばいいのかな。汚染対策しないといけないかな。クリタミネーターでやっちゃってたのよね。ある程度拠点整備したら行っちゃいます。
その前にオールドワンズアーミーやってみようか。出ない。よく考えたら集めるならジャーニーボードの方がいいですね。それもそうだわ。諦めてデッドマンズチェストとやらを探すか。おう、キノコアイテム。デッドマンズチェストはどこだ？なんでかピンクじゃないですか？うわ、何あれ。形を見ると苔っぽいかな。もしかして聖域だったり。色的にはそうかもしれません。直下掘りで見に行こう。あら、左にチェストが。ほんとだ、ラバチャーム入ってないかな。砂漠ののみとマイニングポーション使ってるけど遅く感じるな。他にはマイニング防具つけるくらい。ずっと掘ってるとハード行きたくなりますよね。ハード行っちゃうか。それまでにオールドワンズアーミーはやっと。ひゃこれか。デッドマンズチェスト。部屋じゃないとこにチェスト落ちてたのはこのためだったんですね。デンジャーセンスないとわかんないわこれ。あれもデッドマンズチェストじゃないか。トラップが光って見えても結構わかりにくいね。うわ、絶対殺すトラップですね。中身は普通？デッドマンズチェストって名前なんだね。トラップチェストと違うんでしょうか。うわ、ショッキングピンク。なんもないけどめっちゃ広い。ほんとなんなんだろこのエリア。どうせなら発狂してるクイーンビーを倒したい。これだけ準備したらいけるかもしれません。ほら来いよ来いよ。シールドと反撃のポーションで小鉢が死んでいく。かまってられませんからね。やっぱその攻撃はダメだわ。防御を上げるしかないね。脳みそとイーターさんのおかげでリフォージしてガッチガチですよ。コーツネッターブレッシブ絶剣。特に蜂の巣の中の幼虫やられたらやばい。攻撃力すごいわ。本気出しすぎ。いい加減魔法もらえませんかね。何回やってもフックと骨投げるやつしか落とさない。昔の暴君の肉体から抜け出た骨、めっちゃ強い憎しみで鼓動し、ダンジョンを守る呪いを残す。こいつ、暴君の骨だったのか。仕立て屋に取り付いてたってことかな。仕立て屋が変化してたんだと思ってました。あいつは取り憑かれた被害者だったんだね。
メカニックを入れたりしてた気がするから、善人ではないかもしれないけどね。出た。やっとだわ。フォーミングがどれだけ強くなったのか。オールドワンズアーミーで試してみよう。